はい、今日の日にちはDecember、12月30日ですね、2017年です。日本は31日なので、大晦日ですね、皆さん、良いお年をお迎えくださいと。で、今日はこの後の、これが終わった1時間後に別の臨時が入ります。すでにフィードに流しましたが、年越し大サービスで臨時の成人様エンプヒーリングを1時間後、これが終わった1時間後ですね。ハワイは7時、シアトルは9時、日本は午後2時からです。多分間違えてないと思います。時々1時間ずれちゃってるんで。とにかく、フィードに流しますので、今日は2回ということで。ですね、今日は7日目ですね。ライトボディエクスペーション7日目です。で、もう、待ってらっしゃるようなので、始めちゃいます、待たずに。だったら行っちゃいましょう。ですね、呼吸はいつものように、広く、深く、長く、可能な限り、もうゆっくりゆっくりで、可能な限り360度バルーン状に、努めてください。で、今日は多分、ポスチャーをかなり意識してた方がいいかもしれないですね。もう始まっていますが、連日受けられている方は多分かなり保たれていると思うので、より早く、なんて言うんだろう。始まる感じがするかもしれません。で、ちょっと待ってくださいね。全体的なまとめの、が始まってる感じですね。とにかく体の、に感覚ですね。全体的な感覚に意識を合わせ続けてください。で、いつも言ってますが、達観すること。とにかく自分を自分からガーッと話して、なんか考えない。もうヒーリング受けてるから考えない方がいいです。考えると頭の中で衝突が起きちゃうんで、こう受け取りにくくなるんですね。とにかく可能な限り考えず、どうなってるかなとかさ、できてるかなとか、受け取ってるかな、そんなこと考えなくていいです。で、体感を、こう、感じ続ける。で、まあ、可能な限り話して、その体感そのものを眺め続けてください。ぎゅーっと離れた状態でただ眺めるだけ。で、他には、感情とか動機とか、ちょっと強い系のものが上がってくることもありますが、それすら達観して眺めてください。もうスルーさせちゃう。で、怖がる必要はないと思うので、意識が、こう、キューッと執着してる状態よりも離しちゃって、もう手放しちゃう状態。はい、もうスルーしてくださいと。で、ドキドキ感が始まってる方もいるかもしれないですね。すでに、肩の辺とか背中ですね。背中側、ハートの裏側とかに変化が現れている人もいるかもしれないです。で、下側、下腹のところですね。上半身、胸のところに、いやいや、使えている感じが出てくると思いますが、同時に、腹部ですね。上腹のところとかでクリアリングと、もうすでに充電も同時に始まってるみたいなんで、このまま、人によっては胃酸的なものが、胃酸に似た感じのものが背骨のところで、感じる人もいるかもしれないですね。あと、もうすでに第7チャクラのところもわさわさし始めているので、多分これからガンガンとクリアリングっていうかチューニングが始まると思います。まだ始まったばっかりなので、今回も男の方ですね。男性の方ですごくガタイの、なんていうか、しっかりした方。すごく大きく見えますが、肌の色は、
ブルーグレーみたいな、顔もちょっと四角っぽいように見えますが、一応ヒューマノイド、人間タイプですね。ちょっとシャイな感じがしますが、まあいいや。ああ、そういうことは気にせずに。背中ですね。比較的、徐々に全体的に波動が上がっていくと思います。昨日も早かったですね。今日もかなり早いかもしれないですね。ですね、下半身、腰の裏側ですね、背面側、腰の背面側でちょっと変化が起きるかもしれません。で、ハートの周辺に軽い動悸のようなドキンドキンみたいな、ちょっとなんで出てるのかわかんない感じがすると思いますが、もうただともとにかくスルーさせてください。通り過ごさせてください。まだ多分これは引き続き出てくると思います。もっと奥のところから出てきてる感じになるので。人によっては横隔膜ですね。右側、肝臓周辺に変化というか、こう、くるっとなる感じとか、ちょっとまあ軽く痛い感じ。圧縮されてるような感じが始まるかもしれないです。エメラル、なんて言うんだろう、この。ルリ色っていうのが、ちょっと緑っぽいルリ色っていうか、緑なんだけど、ルリが混じってるような例が入ってきますね。で、パートのところはもうとにかく達観して、可能な限りそこに落ちないっていうか、そこから離れてください。どん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 落としちゃうなり、手放すなり、解放するなり、どのような、なんか執着しない、ものたったがたったったと流し、通り過ごさせてください。で、この通り過ごさせるのに慣れていくと、感情的な反応、もしくは これ頭の中もそうですが、反応しにくくなります。これ近づいていくと捕まっちゃうから反応しがちになっちゃうのね。とにかくこの反応しないってずっと離れていっちゃうとスルーするので、感情にしても考えにしても、スルーさせちゃうとスルーしていくものなので、それに慣れた方がいいと思います。で、それで呼吸は深く、で、可能な限り膨らませる感じで。で、ポスチャーもスーパーヒーローポーズぐらいがちょうどいいと思います。もう連日してかなり上半身拡張っていうか、膨らんでいる状態っていうか、まあ、もともとそれが理想的なんですよね。まあ、いろんな条件かっていうか、すごく多くの方はもうしぼんでる状態、よほどアスレチックなことでない限り。なので、この胸が拡張して、こう、広がって、で安定している状態を保たれてください。で背骨、胴体、上半身と下半身の間のところでクリアリングが起き始めるつもりかもしれません。もうこれはもう人それぞれの状態なので、なくなりませんが、以前よりももっとどんどんこう反応が薄くなってるっていうか、もう慣れてきてるせいもあると思います。軽いクリアリングの冷たい気持ちいい感じが上腹のところで、こう、ゆっくりゆっくりこう降りていくような感じ。で、しかも横幅っていうんですかね、縦に細くじゃなくて横に太くみたいな感じでこう、変わってきているので。でももうそこをずっと、はい、このままどんどんいらないものをクリーンにしてください。どん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 還元というかリサイクルしてくださいと。人によっては肝周辺にちょっと粘着質な何かを感じる方もいるかもしれないですね。これは多分エイトルソンのクリアリング。まあ、年末なのでわさわさしてるっていうのもあるかもしれませんが。まあ、とりあえず気にしない。どん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 クリーンになりなさいと。スルーしなさいと。サラサラになってどん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 リサイクルされなさいと。あんまもう気にしない。もう、とにかく徹底的にスルーしてください。で、頭のところのてっぺん、100円の近くですね。ちょっと詰まった感じが現れるかもしれないです。で呼吸は深く、もう可能な限り広く、バルーン状に、特に背中側が膨らむ感じで、続けてください。
で、アブドメンですね。上腹の近くのクリアリング、ちょっと冷たい感じのところを、こう、なんとなく全体的に感じるっていうんですか。で、基本的に波動エネルギーは意識が当たるところに動く傾向が強いので、変化が起きているところは、基本的に変化が必要なところってことね。変化が起きているところが、強く起きているところが、そこで、いろんなものがこう、組み替わってるっていうか、お掃除されたりだとか、修正されたりとか、バランスがいいように、こう、均衡化されたりとかしてるわけですが、変化が起きているところに意識を当てて、そこをちょっとこう、感じる、考えずに。感じると、そこの動きが強くなります。で、反応が出るときに彼が緊張しがちになるので、アブドメンというか、上腹のところの緊張をほどいてください。リラックスした状態で感じる。キューッとなってたら意図的に力を抜いて、はい。そこで、力を抜けば抜くほど通りが良くなるので。で、背中でも冷たい感じ、クールな感じと温かい感じと両方現れてくる人もいるかもしれませんね。肩の調整、右の肩の関節のところでも調整が始まる方もいると思います。で、背中ですね。多分、背中、背骨を、の真ん中辺ぐらい、胸椎の下部ですね。胸の背骨のちょっと下側、ハートの裏側のちょっと気持ち下側のところで、クリアリング、冷たい感じが現れてくるかもしれないです。で、とにかくもう呼吸は深く、長く、広くですね。人によっては、頭部右側、右脳のちょっと、なんて、上の方で、軽い変化、軽い痛みみたいなのが出るかもしれないですね。ちょっと目の周辺がだーっとこう、重たくなる人もいるかもしれません。で、目の周辺がこう、ゴロゴロするような感じが現れてくるかもしれない。でもそれもそのまま達観して抵抗しない。で、どん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 クリーニングっていうかクリアリングが起きていくので、そこに執着しない。もう、はい、どん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 流れてくださいと。どん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 クリーンになりなさいと。人によっては、まぶたの、右目、特に右目ですね。まぶたの、耳側っていうんですか。鼻側ではなくて。耳側のところがちょっとこう重たくなるような感じがするかもしれないです。で、そのまま背筋をまっすぐに保って、で、上半身もライオンポーズでこう広、拡張した段階を保ってください。ちょっと感情が出てくる人がいるみたいですね。で、人によっては、鼓動ウェーブですね。心臓の鼓動に似たものが、体のその胴体の真ん中辺というか奥の方で、ドッキン、ドッグン、ドッグンとこう遅い、かなりゆっくりなペースで、響いて動くのがわかる人もいるかもしれない。背中、背面ですね。まだクリアリングが続くと思う。部分的にちょっとずつ暖かくなっていくと思いますが。で、右側のこめかみですね。ちょっとぐーっとこう、なんていうの、引き込まれるような感じがするかもしれないです。で、足ですね。右足、すねのちょっと内側のところ、膝よりちょっと下ぐらいですね。足の、膝から下ぐらいにも変化が現れるかもしれないです。
第1チャクラの周辺ですね。鼻骨の、鼻骨じゃない、鼻骨と仙骨の付け根の方ですね。お尻の、肛門の周辺が少しずつ冷たくなる感じが現れるかもしれないです。で、体の周りがわさわさするような感じが現れても、それももうびっくりしない、反応しない、もうただスルーさせてください。反応しちゃうと、磁石のようにピッて残って、近くに来ちゃうんで、もう徹底的にスルーさせてください。股関節ですね。股関節の周りでもクリアリングの冷たい感じが現れ始めると思います。どん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 軽くなる、クリーンになる、気持ちよくなるというふうに、そういうふうに、まあ、イメージするなり。足ですね。太もも、特に今左側が始まってますが、一時的にだーっと重たく、だるくなるような感じがするかもしれません。でもその後にどん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 クリアリングが始まっていって、より軽くなっていくと思います。両手をですね、下腹のおへそのところにちょっと指先を重ねる感じで置いといた方がいいみたいですね。下腹のおへその下、3.5 センチぐらいの内側ですね、奥ですね、に今、下丹田という丹田、大きなエネルギーセンターがあるんですが、指先がそこにこう向くような感じというか、指先とその間、丹田がつながっているような感じでイメージしているというかもしれません。頭の上の方がぐーっと引っ張られる感じ、もしくはこうちょっと揺れる感じ、ちょっと異次元な感じがする人も出てくるかもしれない。頭の中がぐーっとスポンジエクササイズし始めるようですね。とにかくもう、わさわさ感とか、ちょっと重たい感とかでも徹底的にスルー、もうそこに引っかからない。もう嫌だとかも思わない。もう達観し続けてください。な感情が出てくる人もいるかもしれないですね。それにスルーさせてですね、出したいものはどんどん出させてあげてください。まあ、咳が出たり、くしゃみが出たり、涙が出たり、唾液が出たり、汗が出たり、いろいろ、まあ、立体的な反応がありますが、とにかくもう体が出したいものは出させてあげてください。頭の上部の中心側に変化がより強くなって、徐々に強くなっていくと思います。下腹に置いている手の右手ですね。右手で握り拳を作って、親指を縦にまっすぐ上げるっていうんですか。で、それをそのまま体の縦軸に合わせて、おへその下のところに糸を置いておいてくださいと。で、まあ、左手の方はその下に受け皿的に置いててもいいと思います。左手を同じように、左手も握り拳を作っ
って親指を立て右手のでこう握るっていうんですか、それでも構わないと。また感情はちょこっと上がってくるかもしれません。とにかくもう感覚的なものはもう感じると同時にスルーさせちゃってください。もうだ徹底的にもう流しちゃう。でも固執しない、反応しない。上半身と同じように横隔膜の周辺もよりこう拡張した感じが現れてくると思います。でそこもリラックス、肩甲骨右側の下ですね、かゆくなったり違和感というかもそもそ感が出てきたりするかもしれないです。首筋右側のちょっと後ろ側の筋、これはもう筋ですね、がこうなんていうのか張るような感じというか違和感が強くなるかもしれません。で首頭ですね、頭蓋と頸椎首の骨ね、頸椎がこう一時的に何て言うんだろう、不安定というか、なんかこう自由になりすぎてる感じがするかもしれませんが、頭その部位は動きたいように動かさせてください。とにかく体そのものはコントロールしすぎずに力抜いて、はい、勝手に動きたいように動きなさいと。前に行きたかった、前に行かせなさいと。で、回転し、なんか回転したいのかなと、また回転させてあげてください。首の周辺、頸椎とその上、頭蓋と頸椎、その下に胸椎とありますが、そのバランスが可能な限り整うように、する感じですね。歯ですね、奥歯、下の方、上も微妙に入ってますが、歯が一時的に軽い歯板のような感じが出てくるかもしれないです。特に右側の奥の方。で、額の内側、やや下側ですね、第三のようにちょっと下側のところがぐーっと中に入ってくるような感じがするかもしれません。で、頭の中のクリーニングシステムがより動いていくと、頭の中の老廃物っていうんですか、が鼻口の裏っていうか喉の方に落ちてきます。で、顎は気持ち上に上げた感じで、とにかく老廃物が下にどんどん落ちやすいように、で落ちてきたら吐き出すなり飲み込むなりしてください。前頭葉の上の方がこうチリチリサラサラする感じが出てくるかもしれないです。だから、まあ、達観し、執着しない、ただ眺め続けてください。鼻の奥ですね、もうちょっとこう、老廃物がより降りてくると思います。これもインターバルで降りてくるので、もう降りてきたら、どんどん降りなさいと、どんどん降りてきなさいと、サラサラになって降りてきなさいと。ちょっと上半身ですね、胸椎、背骨、胸の背骨、上半身の背骨をちょっと動かしてみて、どのくらい硬いものなのか、どのくらい柔らかいものなのか、緊張を感じるところ、硬さを感じているところは可能な限りリラックスして、まあ、ちょっと横にぐーっと動かすなり、左に動かすなり、前に動かすなり、ちょっと回してみるなりして、そこがこう、ほどきやすいように、ちょっと軽いエクササイズでもしてみてください。背骨の胸椎の下部ですね、下の方から多分ゆっくり暖かくなっていくと思います。特に左、ちょやや左側。
上腕のところでわさわさ感なりピリピリ感なりが現れるかもしれないです。頭がこうぐーっとこう、なんていうの、磁石っぽくなるっていうか、方がいるかもしれません。もう徹底的に無視してください。そこも力抜いて、頭のその脳神経というか脳細胞の中には磁石のようなものが入っているんですけども、肉体的に、物理的に。この磁力っていうの、磁力がネガティブチャージになって、ポジティブチャージになっているので、その念っていうんですか、重たい念だと、もういろんなものをひっつけやすいわけ。で、それが、その軽くなる、で、より細かくなると。ずっと念を込める、念をこ、なんていうの、練るっていう言い方もしますよね。その、重たい状態で練っちゃうと、重たい思考ができちゃうのね。だから、囚われやすくなる。で、よりぐるぐるっていうか、迷路になりやすくなっちゃいます。でも、頭の中の磁力、どん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 軽くなりなさい、サラサラになりなさい、クリーンになりなさいと、そんな漠然としてたもんいいので、まあ、適当にそういうふうに思っててください。頭がより軽くなります。人によっては第七チャクラの上部がふーっとなんか上に引っ張られるような感じがするかもしれないです。鼻の鼻孔の上部ですね。に違和感が現れるかもしれません。で目の周辺のなんかこうわたわたした感じっていうんですかね。もう徹底的に無視、どんどん軽くなりなさいと、薄くなりなさいと、動いていきなさいと。で、背中、人によっては胸椎のカーブのところですね、ちょっとキューッとヒートするような感じが現れるかもしれません。右目の周辺でよりクリアリングっていうか、こう、違和感が出てくるかもしれない。人によっては目やに的なものが出てくるかもしれないですね。でそれも軽くなりなさいと、サラサラになりなさいと、もうどん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 動かして出しちゃいなさいと。で、ハートの前の方でも、ちょっとこう、なんていうの、ヒートしてる感じっていうか、なんか熱い何かがこう出てる感じ、にじみ出てる感じがする人もいるかもしれない。で腰ですね、下半身、背中側、可能な限りちょっとこう伸ばしてみる、ちょっと前側に倒れてみるとか、後ろ側にちょっと横に倒れてみるとか、ちょっとその腰ですね、特に背面側のその状態、硬さなり縮まりぐらいなりをちょっと確認して、可能な限り伸ばす、リラックスさせる。で体の縦軸ですね、縦の軸、頭のてっぺんからお尻の尾骨までピカーンとまっすぐ光るシルバーの針金がピーッと張った羽が走ってるというか伸びてるというかイメージで、そこにピシッと自分の体が縦にカシッとはまってるような感じで、こう真ん中、とにかくど真ん中、縦のど真ん中に入ってるように意識をして、とにかく軸をまっすぐ保ってください。で、胸椎ですね。胸椎、胸の背骨のところも可能な限りまっすぐ、歪まない状態で、右から見ても、左から見ても、横、裏から見ても、前から見ても、右と左がまっすぐになっていると。で、横から見たときも、きれいなカーブ、歪んでなく、ねじれてなく、きれいなカーブで整っているのをイメージしてください。人によっては、恥骨の周辺ですね、のところに違和感が現れるかもしれない。鎖骨の喉側でもちょっと違和感が現れるかもしれません。全体的に多分上半身はゆっくりと暖かさを超えてちょっとヒート気味になるかもしれないですね。
上腕もより活性化というか充電の率が高くなっていくと思います。人によっては肘ですね、関節周辺で微細な変化、人によってはポコンとなんか動く、何か、なんていうんだろう、小さいボールがこうポコッと動くような感じがするかもしれないですね。頭の縦の軸ですね、脳幹から上のところがこうキシキシッときしむような感じがするかもしれないですね。それも、もうとにかくスルーしてください。ピキ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 みたいな感じが中からするっていうんですかね。第3の目ですね、より、第3の目のところも、圧がどんどん強くなる感じがするかもしれないです。それもスルーしてください。そこに執着しない方がいいです。意図的になんか無理になんか見ようとかしなくていいです。なんか努力をすればするほど見にくくなるから。逆に、もうあれは焦点の問題で、なんかこうぐーっと入ろうとすると焦点が余計ずれちゃうの、ね。だからもう、もう努力をしない。もう手放しちゃった方がより綺麗に見えます。見たい場合は。なので、そこをどん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 そこに力入れないと。そこに、そこからもその執着っていうのは、第三の目の執着、もどん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 手放してください。なんでかっていうと、そこが重たくなっちゃうの。で、重たい状態でそれがより重たくなっちゃうと、もっとのデンシティが低くなっちゃうっていうか、重たくなっちゃうんで、もう考えないから、もうスルーしちゃった方がいいです。軽くなって、サラサラになって、透明になって、そこがこう、どんどんなんていうの、流れていくっていうか、清流っていうんですかね。綺麗な、川の流れ的になっていけばいくほど綺麗に見えるようになる。なんかあんまり念を込めるとか、もう見たいところに力入れなきゃっていうのはもう忘れてください。それやればやるほどややこしくなります。とにかくスルーさせてください。で、リラックスしてて待ってたら、見れるものは出てきます。焦んなくても、単純に。なので、見ようとか思わなくてもいい。で、なんとなくそこぼーっと達観してたら、見えるものは見えるし、色も、なんていうの、自然に現れては消えていくから、それを自然にただもう眺め続ける。そこにぐーっと入っていこうとかしなくていいです。ずっともう達観して眺め続ける。今、綺麗なスカイブルーよりもっと薄い、ベイビーブルーじゃないですよね。それでも薄い水色の肌がガンガン入ってきますが、で、目頭ですね、左側のところにぐーっと圧が出るかもしれません。そこでまたキシキシキシって、キシキシってなんかこう、なんていうの、きしむ感じがするかもしれません。それももう徹底的にスルーしてください。で、頭そのものが理想的なその位置を探して動くような感じがするかもしれませんが、それももう頭が動きたいようにさせてください。基本的に体は自動的に調整する機能がついているので、コントロールしすぎなければ、自発動っていう言い方もしますが、体を自由にさせてあげて、エネルギーがどん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 ある状態、もしくはエネルギーの密度が高い状態になっていくと、体を基本的に自動的に調整しようとします。なので、もう体が動きたいようにどん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 動かす。で、その時に力を入れない、コントロールしすぎない。ハートのところでまたぐーっと痛い感じ、その力が溶ける感じが出てくる人もいるかもしれないです。左目の耳側ですね、端側、耳寄りのところでもピクピクしたりするかもしれないです。また眉毛のちょっと上の奥の方がぐーっとスポンジエクササイズが起きてくるかもしれないです。で、気持ち、顎は上向きに保ってください。下向きではなくて、ちょっと気持ち上にちょっと上がかけてるぐらい。
このエクササイズが終わってからインターネットでネフェルティティの銅像っていうのがね、あの首と頭の有名な、とても有名なあの彫刻、木造彫刻が発見されてますが、あその形っていうのはちょっと顎が出、顎をちょっと気持ち突き出して、ちょっと頭が上に上がってる感じで、まあ、後頭部が、まあ、あの人たちはもっとこう後ろに伸びてた人ですから、あの、まあ、そのなんとなくその感じを保っていくと、頭の中のその流体っていうか流れがよりこう動きやすくなるんです。で、額の周辺の動きも徹底的にスルーしてください。達観してください。そこにこう入っていかない。そこにこう執着しない。こめかみですね。右側のこめかみのちょっと内側のところで大きな、大きいというか強い変化が感じられるかもしれないです。肩もリラックスさせ続けてください。もう上半身全体にもかなりもう充電されていると思います。で、下半身も、まあ、上、横隔膜の周辺でまだ段差みたいなのが残ってますが、上腹はかなり充電されていると思います。その臓器が固まっているところね、膵臓、脾臓、胃、胆の肝臓、その裏に腎臓が両方にあって、副腎も両方にあって、まあ、その周辺がよりこう、クリーンになる、薄くなる、で、膜が、合格膜って膜になってますから、その膜のちょうど膜の下のところね、そこでギュッといろんなものが固まってるわけですが、そこが徹底的に薄くなる、光るでも構いません、サラサラになるでも構いません。そこの緊張感をほどき続けてください。より上半身と下半身の密度っていうか、バランス、そのまだ、ちょっと部分的にまだらなところがどん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 同じになるか。で、まだ腰の背面ですね。まだクリアリングが続いているので、人によっては、下腹部、おへそからちょっと下の、やや左側とかにぐーっと、縮むような感じが起きるかもしれないですね。なんか上半身のよりこうまとまってがっしりしてるっていうか、なんていうんだろう、こう膨らんでる感じっていうのが、密度がだーっと高くなって充電されてる感じが、そのまま移動するのではなくて、その状態がどん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 コピーされちゃうと、複製されちゃって、下の下半身の尾骨のところまでどん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 成長します的な。どんどん増幅しなさいと、どん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 増えて増えて密度上げ続けなさいと、それでどんどん成長して、下半身全部もその同じ状態に整え続けなさいと、マッチングさせ続けなさいと。で、胸の縦の軸ですね。胸、あばらとあばらの間に軟骨の縦の軟骨が入ってるんですよね。胸骨ですね。そこもリラックス、スーパーヒーローポーズをもうちょっとこう意識して、腰背面の骨盤のなんて出てるところっていうんですかね、その周辺もリラックスさせてください。ちょっと足をこう広げたり閉じたり動かしてみてもいいかもしれません。もう上半身はもうかなり整っているので、人によってはだーっと熱くなるかもしれないですね。胸骨左側4番5番の間ぐらいにちょっとこう違和感が出てくるかもしれないです。ちょっと首をこう伸ばすっていうか、ストレッチしてみて、付け根の方、鎖骨のところとかをちょっと伸ばす感じで動かしてみたらいいかもしれないです。で、口の中に唾液がいつもより出てくる人もいるかもしれないです。結構もう脳流してちゃう、流しちゃうとか飲み込んじゃっても構わないですよ。
なんか全体的にこう中からどん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 なんていうんだろう、充電されて中がこうよりリアルになる感じっていうか、エネルギーがどん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 詰まってきてる感じっていうのを、まあ、とにかくどんどん増やしなさいと、増殖してどんどん増やして増やして広がって広がりながら増えなさいと。で、全体的にそのまだらな状態ではなくてソリッドな状態を作っていきなさいと。人によっては手首右側ですね、内側とかに変化を感じる人もいるかもしれないです。で、背中側も意識して、背中側がより膨らむ感じ、前側だけでも背中側、もう大体背中、みんな皆さん背中が弱いですから、背中側がガン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 膨らむ感じ、左の肩の関節のところもリラックスさせる、人によっては動く人もいるかもしれないですね。このリラックスさせて、リラックスさせて、リラックスさせて、そのエネルギーが作られれば作られるほど、密度が上がれば上がるほど、エネルギーの質量が高くなるわけですが、エネルギーがあればあるほど体は調整できるのね。エネルギー使えるから。で、とにかくもう自由にさせて、で、もう動くときにパキンとか言って動っちゃったりするから、なんかもう動かす、もう自由にリラックスして力抜いても、とにかくもう脱力までいっちゃうと変ですけど、なんか落とし続ける。で、歯のところにまたこう異変、違和感が出てくるかもしれないし、右側の奥の方ですね。で、ハートのところもじりじり感が出てくる人もいるかもしれないです。ああ、黄色とエメラルド、きれいな緑色の絵が入ってきてるので、ハートの周辺で、ヒーリングっていうか変化が引き出されると思います。ここまで密度が上がってたらそんなにきつい感じはしないかもしれないですね。人によると思いますが、でも流すピリピリ感、ジリジリ感、ヒート感が出たものも達観し続けてください。そこに反応しない。で、体は全体的にまっすぐに戻る、ねじれてる状態からまっすぐにストーンと調律される、調整される。体の意見を聞いて、体が動きたい状態に動かさせてあげてください。今42分ですね。あと、まあ10分ぐらいじゃない。もうかなり整ってると思うので、下半身、背面ですね。腰の背面とまだクリアリング起きてますが、どん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 進みなさい。どんどん上にしなさいと。ですね、頭の奥で感情みたいなものが出てくるかもしれないです。頭から出る感情とハートから出る感情と下半身から出る感情と趣が違うので、インパクトが違うというんですかね。はい、鼻孔のところから降りてきても、そのままもうスルーさせて落としてください。で、頭もしっかり縦の軸ですね。左の耳の周辺でわさわさ感が出るかもしれないです。左の奥歯でも変化が出るかもしれないです。
百会、頭の頭頂ですね。百会と言いますが、頭の頭頂とから尾骨までず、キューッともまっすぐに、ちょっと太めのうどんのね、ぐらいの太さの、眩しい銀色の光の針金がビーッと伸びてる感じで、そこを全体的に、光ってる状態をちょっとイメージし続けてください。まあ、人によっては頭のてっぺん、100円のところがキューンとする感じでいる人もいるかもしれないです。頭の中、頭上部の気持ちよさをちょっと感じ続けてください。どんどん気持ちよくなれと。尾骨の右側に変化が起きるかもしれないけど、もうスルーしてください。上半身、上腕ではさわさ感出てくるかもしれませんけども、スルーさせてください。頭の中、その気持ちよさがどんどん大きくなりなさいと。どんどん気持ちいい状態に変わりなさいと。頭の中心部に近いところにある重たいものもどんどん軽くしなさいと。光らせなさいと。肩の周辺がクリアリングが強く感じるようになるかもしれません。とにかく上の肩の上っていうんですかね。あと5分ぐらい、7分ぐらいかかるかな。で、胸椎ですね。胸椎もまっすぐに意識を当てて、なんかピーッとまっすぐなってる状態を保ってください。体の上半身、縦ですね、気管支の周辺っていうのか、気管支沿いっていうのか、冷たい縦の感覚が現れるかもしれないです。で、腕ですね、腕もこと冷たい感覚が出てくるかもしれないです。冷凍やけどみたいなレベルの、キューッと熱いんだか冷たいんだか一緒にやってくるみたいな。特にハートのところは、動いていくときにも、そのスルーして、そこに引っかかる、もう動かさせてください。落ちていかせてください。まっすぐに意識、もう、スーパーヒーローポーズは崩さない。で、どうか、また動機が、ハートの奥の方が出てくるかもしれませんが、スルーさせてください。出たいように出させてください。頭の中の気持ちよさ、体全体の気持ちよさ、気持ちいいところにちょっとフォーカス合わせて。ハートのところがちょっときつく感じる人もいるかもしれませんね。で、まっすぐ、まとまりなさい、流れなさい、まとまりなさい、さらさらになってどんどん下に動きなさい。また頭の中心軸で、縦の軸とかこうキスキキキキってきしむような感じがするかもしれないです。縦の軸にも頭が動きたいように動かせてください。ちょっと後ろ側にぐーっと引っ張ってるような感じがしますが。
胸椎ですね、上半身の背骨のところちょっと動かしてみて、こうちょっと伸ばすなり、ちょっと軽く前後させるなり、軽い、なんていうの、前に出すなり、右肩前に出すなりして、ちょっともうちょっと柔らかくしてみてください。人によっては体が微細にこう振動してる感じが出てくるかもしれないです。ぐーっとなんかこう、かすかに揺れてる感じっていうんですか。特に足の周辺。で、人によってはその、まあ、ドキドキ感というか、ドキドキというか、鼓動感っていうんですかね。鼓動ウェーブが全体的に感じられるかもしれない。腕とか。全体的に。やっぱまっすぐに維持して、ちょっとずつ引けていく感じですね。今50分です。多分5分ぐらいで、5分、7分ぐらいでゆっくりいくと思いますが。まっすぐ、頭もまっすぐ、背中もまっすぐ、腰のところも、だけど全てがまっすぐに並んでいると。で、横から見たときも綺麗にカーブになっていると。きしむ、頭の中の縦がちょっと軸がきしむような感じがしても、もうそのままスルーしてください。きしませてください。勝手にこう、元に戻そうとしてるだけなんで。ピクピク感とか出てきても、もうスルーしてください。かゆいのが出てきてもスルーしてください。そこに反応しない。で、とにかく縦軸のパイプを意識して、だからまあ歪んでない状態、きれいにまっすぐ伸びている状態を維持してください。特に胸椎の3段、下、3、4の周辺かな。あばらに近いちょっと下の方、そこがまっすぐになるように。気がのぼせた感じと冷えた感じと両方こう交互に上がってくるかもしれませんが大丈夫です。もうよりゆっくり下がっていくと思います。引いていくと思います。もうこれだけもう活性化されているので、しばらくこの状態が保てると思いますが、上半身と下半身ですね。胸と横隔膜の周辺と下腹、上腹の方っていうんですか、なんかこうまとまってる感じをよりこう認識するっていうか、その感じをよく覚えておいた方がいいですね。まだ動いて調整しているので、終わる感じですね。
まあ、呼吸を深く浅く吐き出すときも、ぐーっと可能な限り長く吐き出す。で、可能な限り長く肺を広めたまま吐き出す。広めたまま吸い出す。っていうんですか。こう、肺を縮めすぎないという。で、鼻から息を吸うときにちょっと上向き、頭の中の脳の方にぐーっと酸素が行くようなイメージで、ぐーっと上向きに鼻から息を吸い込んでください。で、頭の気持ちよさに意識を合わせ続けてくださいと。もう終わっているので、向こう側は。ですね、まあ、いつもの通りに、この状態を可能な限り維持できるように、まあ、2、3時間ぐらい、過激な運動をしない、過激な動かない、頭が疲れることはもう、ちょっと可能な限り避ける、こう何も考えなくてできること、もしくは体をこう、むにゃむにゃ使わずにできることをするのがいいですね。で、水分的には、お白湯ぐらいのもの、ちょっと気持ち温かめのものがいいかもしれない。かなり熱出してると思うので、人によっては、ボディが、エネルギーガンガン出してるから。と、今、様子を見て、まあ、喉が渇くようだったら飲んでくださいと。で、まあ、とにかく体がこう、伸びてる状態、こう、ちょっとゆでだこに近い状態の人は、もうそのままゆっくり引いていくのを、まあ、楽しまれてくださいという時ですね。で、もう、ちょっと行かないといけない仕事が始まっちゃうので。ですね、これから1時間後ですね、臨時のアバンダンスっていうのをやりますので、まあ、お時間がある方はそちらの方に参加ください。ということで、また明日も行いますが、まあ、これの限り、これから何かしちゃう人は、より良いお年をお迎えくださいということで、失礼します。